丸茂藤平丸茂藤平3月25日から1956年は、日本の内務官僚、艦船岩手県知事、旧姓、諸住。長野県諏訪郡玉川村出身。諸住彦五郎の次男として生まれ、丸茂米作の養子となり、後養父の長女、松代と結婚した。諏訪郡立実家中学校を経て、第一高等学校を卒業。1908年7月、京都帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1909年1月、内務省に入省し、宅食制度取り調べ事務嘱託となり、大臣官房台湾課及び地方局、宅食事務取扱いを嘱託。同年5月、内務属となり、鹿児島県指宿郡長に就任。以後、鹿児島県事務官、警察部長、愛知県警察部長、京都府警察部長、千葉県内務部長、内務省事務官兼内務監察官、復興局部長などを歴任。1922年9月16日、岐阜市長に就任し、1924年4月11日に辞任。1928年1月10日、岩手県知事に就任。同年10月の陸軍特別大演習や昭和天皇行幸の準備と実施に忙殺された。同年12月26日、台湾総督府交通局総長に転じ、1929年9月13日に宜安免本官となり退官した。1930年、豊橋市長に就任。隣接町村との合併、下水道整備、市立豊橋病院や公設消防の設置などに尽力し、1934年に辞任。その後、1935年11月から1939年4月まで関東州大連市長を務めた。大連市長退任後は、天津特別市顧問に就いた。ありがとうございます。